皆様こんばんは。ハムスターでアーケードアーカイブスシリーズのプロデューサーをしてます浜田です。よろしくお願いします。今日は第275回アーケードアーカイバー、この後9時からお送りをさせていただきます。はい、今日のタイムテーブルでございます。この後19時からジェイコの明け明け堂をお送りさせていただきます。先週のお題、マグマックス成功するのでしょうか。ぜひ皆様ジェイコ応援してあげてください。そして19時半からはスタッフによるスーパーコブラのデモプレイをお送りさせていただきます。そして21時からは第275回アーケードアーカイバースーパーコブラスペシャル、本日配信を開始しましたコナミさんの1981年の作品シューティングゲームスーパーコブラ、こちらをゲーム芸人藤田さんとともにたっぷりとご紹介をさせていただきます。はいはいはい、では早速始めていきたいと思います。最初のコーナーはこちらです。第7回ジェイコの明け明け堂。このコーナーは毎週出される無理難題を J キャストトレンドの女性記者ジェイコが全力で乗り越えるスポコンドラマでございます。あまりにもひどい仕打ちを乗り越えることでゲームの楽しさを広くたくさんの人々に伝えていくことが目的のコーナーでございます。はい、じゃん、はい、ではお呼びしていきたいと思います。はい、被害者のジェイコさんです。どうぞどうぞ。あ、ごめん、カメラ動かしちゃったかも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今の歌なんですか、古い歌なんですか。今の何の歌、何の歌ですか。愛をくださいです。愛をください。カンウォウォウ愛をはい、どうもありがとうございます。今日もすいません、はい、歌ってしまいました。さっきからコメントでジェイコ人妻説っていうのが流れてましたけど、どなたが提唱なさってくださったんですか。はい、ちなみに結婚は、まだしてなくて、してない、はい、はい、ちょっと幸せな人妻になりたいんですけれども、はい、してないそうです。はい、すいません、はい、頑張りましょう。いろいろ頑張りましょう。いろいろ頑張ります。ガスネタでしたよ、はい、ガスネタ、ガスフェイクニュースですね、うん、フェイクニュースはいはい、ん、はい、今日なんか夏休み中らしいっていう。あ、夏休みは一旦昨日で、うん、はい、第1回夏休みが終わりまして、うん、終わり、はい、本日ちょっとから本日からまた働き始めております。うんうんうん、おかげさまでこちらに夏休み明け一発に出させていただくので、夏休みが明けるのが全く怖くなくて、うん、なるほど、楽しく、はい、また来させていただいてます、うん、で来週また月下夏休み。あ、そうです、はい、後半夏休みです。つまりこの明け明け堂のために5連休が取れなかったという噂があるんですが、はい、それはどうなんですか。私は5連休むしろ取りたくなくて、うんうん、長い休みに入りすぎちゃうと、うん、社会復帰が怪しくなってしまうので、うんうんうん、一旦切りたかったんですね、うんうん、ちょっとそちら、それであとはこちらに出るのを欠かしたくなかったっていうこともあって、うん、ちょっと編集長に、うん、いいですか、うん、と言って、うん、2回に分けさせていただきました。あ、なるほど、はい、あ、なんだ、うちのせいでそのいわゆる9連休土日を使った9連休が取れないんじゃないかっていう、はい、罪悪感を感じてたんです。そうなんですね、全く私楽しく5連休&4連休を謳歌させていただく予定なので、うん、全くです。なるほど、よいしょ、わかりました。よいしょ、じゃあまずは編集長に向かって、はい、夏休みを取らせてもらったことに対して、はい、お礼言いましょう。はい、編集長、3日も夏休みいただきまして
ありがとうございます。来週も2日間お休みいただきます。嬉しそう嬉しさが隠しきれなかったのね。いやちょニコニコですね、うん、そうだよね。はい、まずこちらご覧ください。はい、はい、明け赤道鉄の掟。はい、これ覚えてますね。もちろんでございます、はい、1週間全力で明け赤に取り組むこと、はい、守ってますか？守っております。はい、この1週間も夏休みなので、うん、時間がありますので、うんうんうん、楽しくマグマックスやっておりました、うん、はい。そして2つ目、これ約束しましたね。はい、本業を絶対におろそかにしないこと。はい、おろそかに本人としてはしていないつもりなんですけど、編集長からおろそかに しているというふうには言われてはいないはずなんですけど、大丈夫かな、大丈夫でしょうか。うん、絶対に本業をおろそかにしてはいけません。はい、はい、今日この鉄の掟にもう一つ加わることになりました。え、何ですか？3つ目の掟はこちら、じゃん、親孝行をすることどういうことですか？はい、あの先週発覚したんですが、はい、なんとこのジェイコの明け赤道、はい、お父さんとお母さんが見ているそうで。そうです、はい、どちらかというと、私よりも、うん、社長と、あと山田くんさん、うん、あ、山田くんさんの声も好きだってなんで言わなかったのって母親から先週送られたんですけど あんたのキンキン声より全然優しくて素敵じゃないというふうに、はい、なぜ言わなかったのかと怒られたんですが、皆さんのコメントを見るのがすごく好きみたいで、うん、なのでいつもタイムシフトも何度も見て楽しんでおります。なるほど、そんなお父さんとお母さん、はい、親孝行していきましょう。そうですね、もう今いるうちに親孝行をしていきたいと思います。はい、なので、我々もですね、まさかお父さんとお母さんが見ているとはと、ね、だコメントは多分打つの遅いんで、多分ニコニコしながら皆さんありがとうございますと思って。もしかしたらお父さんとお母さんもコメント書いてるかもしれない。多分無理です、それは。それはカチカチするのが遅いので、うんうん、オンタイムでご覧になってる？時間があるときは見てるんですけど、ないときはタイムシフトで帰ってくるなりいつ見れるのかと言われます。なるほど、なるほど。お父さんお母さん見てるからといって、はい、僕はね緩めませんよ。お願いします。厳しくお願いします。ビシビシ厳しく育てていきますよ。お願いします、ね、多分お願いしますと言ってると思います、うん、だからバランス取るためにも、はい、あなたが親孝行しなさい。私が、はいはい、私の親ですので頑張ります、はい、ということで、はい、これからもビシビシ鍛えて、はい、世界一のジェイコにしてお返しします。世界一のジェイコ、はい、嬉しいです。やったはい、では先週のお題確認していきましょう。はい、先週のお題はアーケードアーカイブスマグマックス任天堂スイッチのキャラバンモードのランキング、はい、全世界30位以内にその名を刻むこと。いや今回ちょっと無理かもしれないって諦めかけました、うん、はい、でしょう、はい、この番組の視聴者の皆様30名がその気になれば。いや皆さん強いんですよね、欄干の方々も。壁が分厚く高かったです今回。その気になればジェイコを落とすことなど、はい、造作もない。まずい、まずいぞそこにちゃんと打ち勝ったかどうか、はい、確認をしたいと思います。ご覧ください、うん、そして今日はこの後ライブで全世界30位以内のスコアをここで出してもらいます、はい、もう電車の中でも練習してたんですけど、緊張しすぎてちょっと駅を降りそびれるという一つ先の駅まで行ってしまいました。それぐらい真剣に取り組んでるということですね。あ、そうですね、キャラバンモード中だから降りれないと思いまして、はい、うん、はいはい、ではスコアの確認を見ていきましょう。はい、はい、山田くん今日全然スイッチングする気ないねちょっとね疲労感が大丈夫です、疲労感、ね、はい、ではオンラインランキングご覧くださ い。どうぞ。ダダン13位、 J キャストトレンド82100点。なんとか30位内入りました。入りました。いや皆さんお強いですよ。もう何なんですかってぐらいの強さでした皆様。いや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 、素晴らしいスコアが上がりました。これはやっぱり先週のテラクレスタもそうだったんですけれども、こういう風にやりたいっていう自分の理想の戦略が全部ハマったパターンでした。そんな生意気なことを言うようになったのかい。ちょっと7回目にもなりましたので社長の薫陶を受けて少し成長しました、うんうん、なるほど、はい、はい、
僕を目標にこれからも頑張りなさい。はい、目標にさせていただきます。これはもうだって、はい、何すごいよ。そんなことないよ。いえいえ、まだまだまだ俺の、まだまだ俺の足元にもだよ、まだ、あの3ミリですので、うん、はい、はい、ということで13位、世界13位。いや嬉しいですね。でもまだまだ1位の方には遠く及ばずで、うん、はい、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、すごい、ではですね、丸付けをしていきますか。はい、はい、アーケードアーカイブスマグマックス30位以内にその名を刻むこと、はい、結果はこちらです。じゃん、花丸です。おめでとう、おめでとう、おめでとう。嬉しい。もう本当にこの1週間のこの瞬間だけ自分の自尊心が急激に高まりますね。自尊心、自己肯定感が高まります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてジェイコが大好きな、はい、通信簿の確認をしていきましょう。はい、やったー。前回までセブン藤田となっておりました。はい、ちょっとどこに増えるんだろうというドキドキです。はい、もう鬱陶しいからね。いや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 。はい、結果こうなります。じゃん、どうなるどうなる。エイト藤田です。エイト藤田。いやーす、見切れてる。あ、ごめん、今 SE あった。 SE あった、 SE あった。今もちろんだけど、あ、もう一回やりして、もう一回やろうか。え、 SE SE。はい、セブン藤田でした。はい、おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、違う違う、これがどうなるかと。はい、あ、そうだ、先週までの私です。はい、エイト藤田、あ、じゃあセブン藤田どうなるんでしょうか。はい、こちらです。じゃん、エイト藤田、 おめでとう。やったー、おめでとう。あの、見切れてらっしゃる左端の藤田さんの存在感がすごいですね。もうね、左目しか見えなくても藤田ってわかると。いや、わかりますね、はい、見ていらっしゃる。はい、8匹エイト藤田でございます。はい、ありがとうございます。はい、では先週のお題のもう一つ、はい、今日ここ生放送で全世界30位以内のスコアを出すこと。いや、緊張する。頑張ります。これに挑戦してもらいましょう。はい、はい、30位ないどれぐらいなんですかね。じゃあゲーム画面行っちゃって、うん、ゲーム画面行き、ちょっと30位何点か見ましょうか。はい、30位は、あっ、あっ、あっ、お、あれあれ、これ誰。おっとちょっと待てい。ランカーの皆様、もしかしてちょうどよくこういう展開を作ってくださったんですか。おっと、まさかの、まあ無理だろうな。ちょっとにわかに難しい気がしてきましたね。うん、まあまあ71,500点以上取れたら、まあ無理だろうけども。ちょっと家今冷や汗かいてますね。おっと、まずいですね。はい、いやー、まずいか、どうしよう、大丈夫かな。いや、大丈夫じゃないでしょうか。いやー、いけますよ。71,400点取りたいんですけど、私あの機械を、あのそこら辺出てくるあの雑魚敵を撃ち落とす射撃精度がとても低いので、あの71,400点を取るためにちょっと賭けに出ようと思ってます。あ、なるほど、はい、攻めたプレイじゃないとこのスコアは出ない。出ないです。なるほど、はい、このランカーの皆様のところに潜り込んでいくには賭けでいきます。うんうん、ちなみに、ね、今日あのユーザーの皆さんいらっしゃるんだけど、はい、デデオさんっていう人がいて、はい、あの名前よく存じております。あの週刊ファミ通編集部の、はい、あなたのライバル企業週刊ファミ通編集部のファミ通さんは一ゲーマーとしてもう幼い頃から、はい、拝見しております。はい、あのシューティングゲームむっちゃ得意なデデオさんがですね、デデオさん、なんと今回、はい、ジェイコ、はい、抜いちゃいました。ちょっとスコア見てみましょう。ちょっと上に、はい、ほら、デデオさん24位。いや、でもあの見せるプレイができているかどうかというところになってきちゃいますので私ちゃんと皆様にこれ見てよかったって思えるような、思わせられるようなプレイできるかどうか、そこが問題かと思います。うんうん、まあとりあえずデデオさんはシューティングゲームやクラシックゲームの名プレイヤーである、はい、いつもランキング上位でお名前をお見かけしております、うん、
そのデデオさんを今回抜いてしまったのでまあとりあえずデデオさんに謝りましょうか一言ね。デデオさんすみません、あのこんな若輩者が抜いてしまって申し訳ございません。あのまぐれでございます、うん、すみません、まだまだ足元にも及びません、うん、はいはい、なんだよまぐれ、まあまぐれ、まぐれだね、まぐれですね、まぐれでしょう。8万点そうそう取れてないので、うん、まあここで取れたらね、はい、まあ認めましょう。こちらこそ不甲斐なくすみませんはい、じゃあ生でいきましょう、はい、一発勝負です。ちょっとあのこれが仮面にお面に引っかかってちょっとやりにくいので左だけ、はい、取らせていただいて、はい、あ足ください、出さなくていいの。あちょっと出したいんですけど仮面にすごい当たってしまって、うん、邪魔だもんね。そうなんです、ちょっと今日お面のコンディションあんまり良くない。お面のコンディションあまりどころがちょっと良くないんで、うん、はい大丈夫です、はい、大丈夫かな、はい、はい、では一発勝負でいきましょう。ちょっと皆さん私の代わりに足くださいでお願いします、うん、ミスがあっても、はい、あれボタンがとかそういう言い訳とか、はい、やり直しとか絶対ダメですからね。そうですね、うん、いつも泣きの一回なしでやってきてますので、はい、うん、いきましょう、はい、ではジェイコさんによるマグマックス30位以内のプレー、はい、7万1500点を目指したプレーご覧ください。それではいってきます。頑張ってください。はい、まず地下から上がる時のロマンを楽しみます。うん、そうここがね、はい、男のロマン、男のロマン、地下から発信。いやもういいですね、もう音楽が好きなんですよこの音楽うん、あのもうあの日物サウンドですよこれは。はい、お安心してる。 あれね、体当たりするといいよ。いやその手にはもう乗りません先週の純な私はもういないのです。あそこ入ったらどうなのかな。あそこ入るとちょっと楽しい世界に行っちゃうのでやめときますね。あ地上だけで、はいはい、入ってみたんですね。入ってみた結果大変なことになりましたなんだ入ったらいいのに。いやあかんですよ。あでもここまでだいぶいい感じ。よかった。あー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 あああああ、ちょっとこれやばいよ。やばい、うん、これ足ください言った方がいいんじゃないの。足よー足もとむ足ください。足週休2日で、週休2日じゃダメだちょっと時給考えますね。あ体ください。はい、ちょっとあの希望条件聞きますのでお願い。ああ足ください。ありがとう、はい、私の元で働いてくれ。あれ足、おー私の元で、あーちょっと足短、希望の職場ではなかったらしいですねあーあーあー、すみません。おおなんかちょっと安定してるな、ね、いやでも全然取り漏らしちゃっておーおーおー、こいつあそこなんだ、あれ入ってみたら。あちょっとまずいです、まずいです、まずいですこの子はちょっとずれながら、ああやばいやばい、でも大丈夫やばいよ、あの次にいるんで大丈夫。はい、いるんですちゃんと分かってる、もう覚えてんだ、うん、大丈夫、次にいるんです、うん、あの一つの体を失っても次の体が私にはいますので、おーもげたら次の体を、おお足足今度は長くお付き合いしてください。よし出ておいで、出ておいで、あーあー危ね、危ね、まずい、何が出てくんの出ておいでって何あの近づくとひょこって出るやつがいるんですよ。あ3万点いきました、残り時間が2分20秒あー7万点はどうなのかな、このスコアちょっと厳しいかな。まあなかなかねちょっと1000点を取っていかないとね、上位は狙いにくいんじゃないかな。テク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 、ほら出てきなさい。足はね間に合ってるんです、足は今私には足がいるんで。あーあーやばいやばい、ほら足足足足あんなあーぶねあぶね、足もとむさっきまで足しばらくいないんだよな、足しばらく夏休み取って
あーあー体じゃないんだ、足欲しい。あ足ください、足ください。君は夏休み明けだ。ああ波動が取った。あーあー足短っ、あっという間。足はちょっとあんまり痛くないみたいですね私のところに。足短っていうと短足みたいな。さあバビロン。あ来た。お早っ。えマジ波動ガンで。あでも危ないよ危ないよ、これ当たったらアウト。あーおーうまい、うまいよ。ナイスプレイ。あえて当たります。早っ。あなるほど。えあそこで何潰すの。潰します。えどういうこと。潰すともう一回ボスができるんですね。えバビロン。はい。あーああその方、あなるほどね。あー教えてなかったけど知ってる知ってる。はいはい、あの社長があの、うんうん、こっそりあと私にエスパーで、うん、そう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 教えてくださったやつですもん。うんうんうん知ってる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 。うんうん。それね違うよ、知ってるか知らないかの話じゃないんだよ。うんうん、うん、あやばい、あと30秒。さあバビロン2回目。頑張れ頑張れ。あーやばいやばい、足取れたよ足取れた。あーあーキー、あぶねあぶね、あと1個あと1個、16秒間に合うか間に合うか。あーあーもったいねー、まずい。あーやばい、7万3900。あれ時間が時間が時間が7万。あー7万あ, あ惜しかったな、あのバビロン打ってれば。もったいねー、ほんとにもったいないこと。なんで今いけそうだったのに。いや最後集中力が限界でしたね。いや綺麗な霧のいい数字をお見せしたいわけじゃなかったんですけど。確かに霧はいい、すごく確かに綺麗。はい、そうなんですよ。ダメでしたね、賭けに出たんですけど。これ何なんか登録しなくていいの。うん、はい、あの自分のスコアより、はい、下なので。そうか、そうか、そうだ。はい、はい、ということで、はい、浜田越えならず。いや社長の背中はまだ遠かったということですね、うん、はい、はい、では丸付けをしていきましょう。はい、はい、こっちかどうぞ。違うねはいどうぞ。はい、先週のお題アーケードアーカイブスマグマックスライブで全世界30位以内のスコアを出すこと、はい、結果はこちら、じゃん。残念。いやでも結構このバビロンをギリギリで倒すみたいなものがなかなかできなくて、実力だと思います。これが今の私の実力ですね。真面目だ。いえいえまだまだでした。はい、では通信簿の確認をしていきましょう。エイト藤田こうなります。まさかエイト藤田のまま。残念。よかった、よかった、減っちゃったと思って。残念。いやーよかった、おい藤田さんいなくならなくてよかった。あいいんだよ、はい、いなくなっても。いやダメですダメですはい、ということで、はい、ちょっと山田くん、はいはい、山田くんね、うん、ちょっと待って、この画面行く前に一回カメラに戻ってあげないと YouTube の終わりのポイントができないんだな。そっかそっかそっか、うん、お気遣いありがとうございます。はい、じゃあどうしようかな。じゃあここでカット。じゃあもう一回ここから行こうか。うん、はい、じゃん。はい、エイト藤田どうなりましたでしょうか。はい、エイト藤田のまま残念。あーすいません、今回。はい、あーすごい紙一重のとこだったり、なんかもう毎週悔しいですね。もう申し訳ない。はい、反省しましょう。反省します。はい、どうしてジェイコはそんなにダメな人なの。本当ですね、もう皆さんコメントで書いてくださってるんですけど、本番に弱すぎるんですよ私、うん、すごい上手かったよ。いやとんでもないですよ。あの楽しんでいただけるプレイをと思ってるんですけれども、ちょっと申し訳ないですね。はい、だって喋りながら玉と玉の間こうすり抜けたり避けたりとか。な、俺もできますけど社長はだっていつも私に説明しながらやってくださってますからね。そうそう、はい、びっくりするような動き。早く俺みたいにならないとね。そうですね、ちょっとまだまだです、遠いのでまだまだ追いかけさせてください、うん、はい、はい、じゃあ来週も頑張りましょう。はい頑張ります。はい。
では、はい、じゃあここで一応編集ここでカットして、はい、ありがとうございます。はい、で、今週ですね、またお題を出しましょう、はい、今週のお題は何ですか？楽しみです。はい、こちらです。今週の挑戦タイトルはこちら、お、じゃん、アーケードアーカイブスムーンクレスタ、1980年日物さんのシューティングゲームです。これあれですよね、音楽がテラクレスタのなんか、うん、SE のあらなんか、うん、サウンドエフェクトのアレンジかっていう、はい、あの曲すごい好きだったんですよね。でこれはですね、アーケードアーカイブスの作品の中でももう一番最初の頃の作品、1980年、まだジェイコが生まれるかなり前の作品です。かなり前ですね。はい、はい、今週のお題です。お、アーケードアーカイブスムーンクレスタ、来週のこの時間までに任天堂スイッチのキャラバンモードのランキング、お、全世界100位以内にその名を刻むこと。また100位以内、大変だ。毎週皆様ランカーさんとのちょっと戦いというか動向が気になって、毎朝オンラインランキングをドキドキしながら確認する生活です、うん、並走しようかなというコメントをいただいた皆様、全員並走よろしくお願いします。皆さん100位の壁をですね、どんどん高くしましょう。やめてください。1回100位内に入ったジェイコを引きずり下ろしましょう、はい、いやもう本当に夢に見ますからね。おかしいなっていう夢を見ます、うん、本当に、うん、あれか、はい、そしてもう一つが、来週のこの時間に生放送で、100位内のスコアを出すこと、これをお題としたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。購入して頑張りますという方、はい、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ではですね、何の説明もないまま、はい、でもテラクレスターやりましたから、うんうん、あ、ちょっとね、山田くんごめん、お題をもう一回。じゃん、はい、ね、ちょっと言い忘れました。はい、ライブで必ずね、はい、3期合体をしてもらいたい。3期合体、うん、合体すると何かまた起こるんですね。うんうんうん、うん、あのね、3期合体するとかっこいい。かっこいい、はい、それはちょっと、ちょっと頑張って合体しないといけないですね、うんうん、なので3期合体をするのは必ず、はい、逆に言うと死んじゃうと3期合体できないから。そうなんですか？はい、死んじゃうとできないんですか、うんうんうん、大丈夫かな、私結構死にますからね、はい、じゃあちょっとゲーム画面、ちょっと A ボタンを押してからの、はい、はい、ちょっとね、ランキングまず見ましょう、はい、100位ぐらいのスコア何点でしょう、何点でしょう。まず上位の方がすごい、うん、なんて言うんでしょう、いつもとんでもない数値でいらっしゃるので、うんうん、今ネットつながってあ、今ね、つながってるはず。コネクティング、はい、ちょっとすみません、今読み込んでます。いらっしゃるのかもしれない、うんうん、ちょっとね、30位とかね、50位とかね、はい、あ、ちょっと待って、ネットがね、ちょっとごめんなさい、ちょっとお待ちください。あ、じゃあちょっと今のうちに、これ実は裏がありまして、うんうん、うん、何、あぶね、ひぃちょっと初見の時につけようと思ってあ、なるほど、これしゃあれですね、浜田名人のあぶね、ひぃってやつね。あの結構家で両親と3人して好きな言葉なんで別のゲームやってる時も割と声がひぃとかあぶねとか言いながらやってます。やってるんですか。はい、ちゃんと刺さってるかな。ご両親と一緒になんかゲームされるんですか。あ、でも基本的にみんな個人プレイですね。個人プレイ、はい、違うゲームを同じ空間で3人が別々でやってるとかしょっちゅうあります。仲良し、いい家族で、父がレベル上げが嫌いなので、うんうん、母が平日日中に預かってレベルアップをして返しておくとかよくやってますね。あ、そうなんだ、はい、それゲームじゃないよそれもう労働っていうんだよ。本当ですよね。でも母はそういうちょっとしたことが好きなので喜んでやってますね、うんうん、レベル上げのために。あ、そうです。あとは各地の壺とか樽とか見ないので、父がそれを開けて回ってたりしますね、うん、はい、じゃあゲーム画面いきましょう。
はい、ということでこちらがキャラバンモードですが、はい、14,680点。なんかあの点数がのゲームによっていろいろ違うので、うんうん、なんかまあスターフォース30万点よりは簡単そうでしょ。はい、うん、なんか、まあ、いけんじゃないかな。いやちょっと待ってくださいね、多分これ そもそもの点数があまり高くないやつ。ちょっと頑張ります。うん、いきましょう。はい、行ってやれジェイコ。行ってきます。はい、では初見プレイ一回やってもらいましょう。頑張ってください。これはちょっとどうするんだろう。ちょっとなんで私を、はい、まずこれ1号機撃って撃って弾撃たないと。え、なになんか華麗によく避ける。ちょっと全然当たんないじゃん。だってこれ何ですか。あーあーあぶねあぶねあぶね。なに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 。え、あーあーあぶないよ。なに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 、なんか目みたいなのが。あ、なんかちょっとお面の四角に入るな。ちょっとほら当てないと、当てないと弾を。あー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 、ひどいよ。もうこの瞬間に3機合体できないからね。あ、本当だ。うん、まあ続けましょう。2番目の人が来た。うんうん。あ、でもなんか2個撃つ。最初からそうしてほしい。あ、なんか華麗な動きでよく。ああ、あぶないよ。はいはいはい。華麗な。はい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 。あ、なんか綺麗なのが、うんうん、あ、いいんじゃん、いいんじゃん。待って待って。あ、いいんじゃん、いいんじゃん。はい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 。あ、なんか色が綺麗ですね、めちゃくちゃ敵の。あー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 、もう3号機になっちゃった。もう合体すらできないからね、これ。どうしよう、これはひどいよ。これはひどいよ。もう私、うん、味方が1個目と2個目死んじゃったから。ちょっと待って、何え、あー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 、これはひどいスコア出ましたよ。1640点。いや、1640点ってすごい。結構敵倒したつもりなんですけど、1640点なんですか。これはひどかった。え、あのとりあえず見ている方々に謝りましょう、はい、目を汚しちゃったから。ちょっと先週に引き続きじゃないですか、ね、うん、皆様の目を汚して申し訳ございません。ちょっと書かせていただきます。すいません、ちょっと今週のマグマックスも皆様の目をきれいにできるプレイだったか怪しいんですけれども、ちょっと来週また頑張って。ひどかった。そうですね、うん、反省しましょう。本当にキリのいい数字出してる場合じゃないんですよ、うん、本当に今日帰りの電車の中は泣きながら帰りましょう、うん、もうこのところ毎週泣きながら帰ってますよ、ね、うん、はい、もうどうしよう。見せてあげましょう。はい、ちょっと達人のプレイを。あ、本当ですか。ちょっとじゃあ3機合体なんてね、はい、目をつぶりながらだって僕はできますよ。やりましょう。目をつぶりながらやりましょう。なんと、ちょっとじゃあこのちょっとうちわで頑張って応援しますね。何そのうちわ。あ、それで、あ、言ってくれるのね。はい、あぶねって。でもあの私メモも取らなきゃいけないのでどうしよう、うん、まあちょっとね、そうだ、うん、まあ一期一会ね、はい、俺あのもう完璧に言っちゃうから攻略ポイント。それポケット開いてないです。違うんです、あのボタン穴に通して固定してるんです。なるほど。この服しかちょっと両脇にこういう形状の服がなくて、よいしょ。すごいな。それ夏休みの工作で作ったんだ。あ、そうです、自由工作しました。10年ぶりではないんですけど楽しかったです。はい、さあ見せてあげましょう。お願いします。はい、では慎んで100位以内&3期合体、はいはい、プレイさせていただきます。まずね、このゲーム始まる時の、はい、パラッパラーパーパラッパラーっていう音、パラッパラー、これね、はい、80年代のゲームセンターに、はい、
すっごい流れてて、はい、もうねもうこの音だけでご飯3杯いけるっていうぐらい、はい、あー分かります、よだれ出ちゃうやつですね、うん、はい、そうなんだ、なのでまず最初の音の最中は一切喋らない、はい、静かに、うん、音に集中、分かりました、はい、いきます、これこれね、これもう80年代のゲームセンターっつったらこの音、いや単音でここまで見せる旋律すごいですね、おキーッ、あぶね、あぶね、何ですか、キー、これね、はい、これボタンどここれショットが分かんなくってそれです、私は少なくともこれ A ボタン、はい、少なくともそれで私は、はい、打ちました、うん、じゃあちょっと慎んでやらせてもらいます、はいはい、お願いします、これボタンを教えておいてくんないとね、はい、では行きます、パラッパラーン、パラッパラーン、これあの3機合体するんであれば、はい、これ1機も殺しちゃいけないから、そうなんです ね、私結構ミスっちゃうんで、もうなんか敵が優雅だ、これね、あのね、敵の動きがね、超やら、このね、敵の動きのいやらしさ、いや、なんか、なんか戻ってくるからね、そうなんですよ、ひー、あぶね、あぶねよ、来たよ、来たよ、チコ寄ってはあかん、チコ寄ってはあー、こえー、うまい、ナイスプレー出ちゃったよナイスプレーでしょ、今のナイスプレーでしょ、今一瞬でしたね、瞬発でした、あー、こえー、こえー、くんだくんだくんだあーあぶね、今ギリ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 神回復、ああああひー、うまいよ、うまいよ、うまいよ、来てるよ、来てるよ、来てるんじゃない、今来てますね、いいよね、流れが、あーあー怖い怖い、ああああやめてくれ、やめてくれ、近い近い、くんなくんなくんな、近い近い、ひー、あぶね、おーおー、ちょっと、やべ、うん、これ終わったらね、ドッキングするから俺、え、そうなんですか、うん、ちょっと、集中するから今、はい、じゃあ私が代わりにヒート、うん、もう本当に頼むわ、あー、怖ぇー、怖ぇー、くんなくんなくんな、お、すごい、ナイスプレイ、ドッキングしたよ、ナイスプレイ出ましたよ、ドッキングしたよ、ナイスプレイ、すごい、え、なに、ドッキングタイム、なに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 、できんのこれ、あ、大丈夫、ナイスで、ナイス合体、ナイスか、すごいよ、すごいよ、あー、すごかったよ、今見た、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 緊張の一瞬、ひー、怖え、ひー、あー、危ねー、怖え、超怖いんですけど、あー、やめてくれ、くー、あー、危ねー、よし、あーあああ、え、今何が起きたんですか、え、なんか今これさ、これね、はい、これさ、はい、この、はい、この板あんじゃん、はい、このアクリル板、はいはい、これで、ね、ケーブルがね、これ、これね、ケーブルがね、はいはい、こう引っ張られてんの、こうやって、はい、プレイの時にそういうちょっとしたことが良くないですね、こ, ね、うん、これね、はい、本当やめてよ、本当こうやんないと、こうなんですね、ねちょっと山田くん一応広い画面で見せといて、これこれね、はい、これちょっと、そうそう、はい、ここにこのアクリル板があって、はい、でこう通ってたんだよね今ね、そうですね、だから俺のこのこれがもう引っ張られて、そうですね、で、あのジェイコが、はい、あのヒーとか言うたんびにこのケーブルが引っ張られてこうやって長いんだよ、私が足を引っ張ってしまって、そう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 、やめて、はい、本当ゲーム中は長いんだよ、これはこう上を通して、はい、あ、まあ前を通そうか、そうですね、前が一応ね、こうやってね、長が悪いから言い訳が長いんだよ、よしでは慎んでやらせてもらいます、はい、よろしくお願いします、よく見とくように、はい、もうドッキングの瞬間ちょっと目を皿のようにして、はい、じゃあ3機合体いきます、はい、
よし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 、くわあれあーこえくーやー何もございませんでした早いすごいもう集中モードに入られてこれもうあれだよ、はい、どっかで、はい、もう帰っていいですよ。いや大丈夫ですちょっとまだメモしなければいけないこと大丈夫ですか、はい、あー怖えーやめてくれ本当にやめてやめてあーうまかった今うまかったよすっごいうまかった ね、 ねあー怖えーひーひーこのね敵の動きよこれうまいよ出たよ出たよ今うまいのうまいショットでしたあーこれーやめてくれー目が忙しいくー目が忙しいあーこれーひーうまい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 次ドッキングだよ次ドッキングあーまためためやめてくれやめてくれーやーぶねーあぶねー今すげー危なかったもうこのドッキングするから俺ナイスドッキング誰が頼んでんだよ全く本当にこれスッとするからドッキングあーナイスプレイナイスプレイナイスプレイこれは出たようまいよあーあーお願いお願いお願い本当お願いあーこれやめてくれもう一回やらせてくださいもうあーもうダメだもうダメだもういいってほらもうこの状態だと3期だったら無理だからねそうなんですねそうだって死んじゃってるからメテオですかメテオなんだ結果が全て真っ白になってしまわれてどうするのやるのやらないの超もっかいやりたいんだけどどうぞじゃあやったらいいさどうぞどうぞじゃあもっかいだけはいお願いしますもっかいだけ見せてあげましょうお見たいですもう一回見せてあげようやったもう本当は俺1回だけなんだよそうですね、うん、こんな何回もやんないんだよ普通はいもうありがとうございますじゃあ見せてあげようお願いします本当にわけのわからないマウントだよねまずこのゲームは、はい、残機合体するためには1機も死んじゃダメそうです ねもう私すぐ残機減らしちゃう人なんで、うん、一気もダメだから、はい、ね。ダメですね。ダメですね。あとね、この敵のね、軌道がね、もう本当いやらしい。ね、怖え、怖え、本当に。あーやめてください。やめてー。あーあー怖え、やめてー。あー怖え。俺のま。なんで、すごい
今ね俺メガネ曇ってるから、ね、あのすごい声出したからメガネ曇ってるから、私も今メガネめちゃめちゃ曇ってます。つまりね、あのそんだけ本気ってことだよ、ね、社長の本気よ。俺を本気にさせるなんてすごい、このムンクでした。俺を本気にさせちまったよ。交流しがいがあります。おっしゃおっしゃよっしゃ次。すごかった本当に。あぶねえ。ひ。ゼロ距離で倒しました。ひ。当たれ。当たれ。頼む。当たってください。当たってください。全然当たんない。よしよし、これ終わったら俺ドッキングするから。マジで。褒めよう。ナイスプレーです。これドッキングした、褒めよう。あれなんか一人からだ今度。え、ばあちゃんの、ばあちゃんの、あー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 、ナイスプレー。うまかったよこのドッキング。うまかったよ今の。すごい。あー怖い怖い怖い。あーやめてくれ、やめてくれ、本当にやめて、本当にやめて。あー、ダメだ、今回もう2980点だから、もうおしまいでいいんじゃない。ちょっと社長に体と足を。本当だよね、体と足をください。キューボです。ください。俺、はい、やっとくから、あの9時までのデモプレイ中に、はい、完璧な3期合体と、はい、100位台のスコア、はい、やっとくから。お願いします。後であのタイムシフトで見て、帰りの電車で拝見しますね、うんうん、あの先週あの記者が記者で記者っていう風に面白いこと言ってくださった方がいて、記者しますので、記者でその間に拝見します。んん？記者が記者で記者。はい。記者ってポッポー。まあこれやろう。わかりました。あの1980年といえば、はい、もう本当にこのアーケードゲームが始まった頃。はい、そうなんです。ね、黎明期なんですね。もう本当に最初の頃の作品だから、うん、はい、まずこれをしっかり攻略してこそ、はい、アキアカド。ね、そうですね、うん、スタートに立つことができそうですね、うん、やっていきましょう。わかりました。もう本当にごまかしが効かなさそうな、ちょっとどうしよう、できるかな、心配です。ちょっと頑張ります。はい、お題確認します。はい、来週この時間までに100以内に J キャストトレンドの名前を刻むこと。はい、そしてもう一つ、来週この場でライブで、はい、一回勝負で3期合体し100以内のスコアを出すこと。ちょっとこれ厳しいんですけど、先週先々週とちょっと負け越しているので取りたいな。やりましょう。頑張ります。やりましょう。はい、そんな弱気でどうする。そうですね、ポジティブだけが私の取り柄です、うん、はい、はい、じゃあ来週この時間見せてもらいます。はいはい、ちょっとカメラ、うん、あれどうした、え、なに、どうしたの、いるね。これダメって言ったよね。あのちょっと今週も山田くんさんいいですかって言ったの。でいいって、うん、だっていつも置いてるから
ダメだからここマジ犬服の園だから、いや青くて犬なのでダメだから、これお願いします、本当ダメだから、ね、勝手に置いちゃダメだから、いいじゃないですか、仲間に入れてください。はい、じゃあ来週頑張りましょう頑張ります。はい、はい、ちょっとじゃあさっと、じゃあ変わりましょう場所。はい、はい、よしよし、はい、じゃあ山田くん、はい、こちらが J キャストトレンドさんの、またいいんですか、はい、あるかな、はい、なんかトレンドな話題を取り上げてるサイトですね。はい、J キャストトレンドという名前で、うん、J キャストニュースという本体の大きめのちょっとニュースサイトの姉妹サイトになります、うんうん、はい、いろんな LINE ニュースとかライブドアニュースさんとかいろいろと転載先があるんですけれども、うん、ヤフーニュースにはちょっと出していないので、うん、ぜひ皆様よろしければサイトに遊びに来てご覧ください、うん、はい、見てください、お願いします。そしてここでジェイコは記事を毎週書いている。そうなんですよ、先週の本当にテラクレスタの記事ももう燃え上がってしまって、書きながらもう書きたいことがありすぎるんですけれども、そろそろちゃんとコンパクトにもうちょっと魅力を伝えられるように頑張らないといけないなと思ってます、うんうん、はい、頑張りましょう。はい、はい、そしてこのページでは、はい、ジェイコの秋葉稼働の動画が見れる。そうなんです、YouTube にも、ジェイコの秋葉稼働というふうなタイトルで、うん、配信をさせていただいておりまして、うん、高評価とかコメントとかいつもつけてくださる方ありがとうございます、大変励みになっております、うん、はい、これ編集しないのねしないのねもしあれだったら編集で途中つまんでもいいのようちはね、そうですね、うん、まあ御社の、編集方針に従うけど、はい、ありがとうございます、うん、もしあれだったらつまんでもいいから、 ありがとうございます、はい、ちょっとご好意に、はい、はい、そして、J キャストトレンドの公式ツイッター、ありがとうございます、これの中の人をやっている、はい、中の人でございます。いろんな方が今週もすごくリプライなどしていただきまして、うん、楽しく1週間遊ぶことができました、うん、ちょっとなかなかいいスコアが出せなくて焦ってしまった時に、うん、楽しんでやるのが大事っていう風に声をかけてくださった方がいて、うん、ああそうだな、初心はゲームを楽しむことだよなという風に気づかせていただきました、うん、ありがとうございます。はい、ぜひ皆様フォローしてください、はい、よろしくお願いします。はい、そして今日もなんと編集長コメントで参加してくれてますそうですね、編集長こんばんは。いやすいません、また不甲斐ない姿を見せてしまいました。うん、うん、いや本当に不甲斐ないジェイコを育ててますよ、はい、もうすいません、なかなか師匠の背中に追いつけなくても申し訳ございません、本当に頑張っていきましょう、ね、追い越してんじゃない、いやいやいや、俺だってねここまでは本当に頑張ったんだからそうですよね、そんなね1週間練習したからって、はいはい、すっと追いつかれちゃしょうがないですよ。いやそうだと思います、ね、本当小娘でございますので、まだまだもうすいません、まあ頑張っていきましょう、頑張ります、もう、まあ、いつか俺みたいなゲーマーになれるように、はい、そうです ね、なりたいです、うん、ちょっと全然ダメじゃんって怒られちゃうないように、皆さんに見放されないように頑張ろうと思います。はい、そして編集長の前でもう一回鉄の掟確認しておきましょう、はい、はい、1週間全力で明らか取り組むこと、本業をおろそかにしないこと、はい、そして親孝行をすること、あ親孝行できなかったですね、はい、今週もこの3つで頑張っていきましょう、はい、これからも頑張っていきます、はい、じゃあ今日ひどいプレーばかりだったので、いや本当ですね、最後に反省の弁を述べましょう、はい、ちょっと毎週ワンフジタというちょっとなかなか本番で皆様に結果をお見せできないというのがもう本当に不甲斐なくて申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。どうぞ見放さずに楽しんで見てやっていただければ幸いです。よろしくお願いします。ジェイコから、あ編集長からジェイコにコメントが入ってます。はい、ジェイコ来週こそ見せつけてやれそうなんですよね、毎週鼓舞激励してくださるのになかなかそれに応えられず申し訳ないです、うん、はい、はい、本
当にこれあのニコニコ生放送で不甲斐ないプレーを配信するのは、うん、本当にあの僕も嫌なんで、いやすいません、ここでプレーするときは全力で、はい、不甲斐ないプレーは一切流さない、いやー頑張ります、そういう方針でいきましょう、はい、はい、気合い入れてあげましょう、お願いします、右手をグーに、えいえいえい、頑張っていきましょう、ありがとうございます、はい、頑張ります、 J キャストトレンドの J コさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ一回画面切り替えて、はい、じゃああの適当に帰ってください、そうです、ね、はい、ちょっと大丈夫、喉がお疲れ様でした楽しかったです、はい、お疲れ様でした、お疲れ様です、失礼します、後ほどまた戻ってまいります。